さあ今フォーメーションラップが始まりました。場内にいらっしゃいます皆さんもどうぞドライバーたちに大きな応援をお願いします。さあそれではレースフォーマットからご紹介しておきます。周回数は31周によって争われます。距離は 180.017km、または75分の時間がどちらかが先に迎えた方でチェッカーが振られるというレースになっています。Day. We had a lot of issues all day long. Qualifying, of course, was not good at all. Qualifies 17, and we had some issues, technical issues in the car, so we just were very slow in qualifying. But then the race, it was kind of the same. Again, very very slow. We might have found some things on the aerodynamic side since the Fuji crash, we changed everything.And it's the first time we come to Suzuka with a new chassis, new car in general. My engineer thinks he finds some imbalance in the air. So we changed some stuff to try to find that stuff neat again. But yes, it's been the worst day of the season. So it's a shame because we are here to find a championship and having a day like this, you know, it's not easy. But yeah, I did my best today, you know, 16.I don't feel like I did much more, maybe 15 or 14, but the points were going to be very difficult. We were nearly 1 second off every lap, and we haven't been this far all season, so it's a painful one, but we'll bounce back tomorrow. We'll try. We have another chance, and I'll try to end up in a good mood. Thank you.やっぱり外側の日向になっているロールのところとイン側と塚本さん若干違いますかね。そうですね、若干の違いますので、タイヤのウォームアップがねしっかりできていれば関係はないと思うんですけども、はい、さあやはり最前列に並ぶ分だけそれだけ止まっている時間も長いですから、宮田選手は早く早くという気持ちかも分かりません。さあ2022年泣いても笑っても今シーズンの第10戦新しいネクストゴーを掲げましてやってまいりました。次世代の車も発表できました。新しいスーパーフォーミュラ SN4 のアプリも発表しました。まさに新時代へ向けて1年間戦ってきたその共に過ごしたドライバーたちと見えるこの最後の戦い、濃密なそしてあっという間の31周、筋書きのないドラマはまもなく幕が切って落とされようとしております。2022年全日本スーパーフォーミュラー選手権第10戦鈴鹿サーキット、グリーンフラッグからレッドシグナル、オールレッド、ライトアウト、今スタートになりました。さあ宮田がいいスタートだ。野尻が蹴り出しがいい、やはり野尻が蹴り出しがいい、野尻の蹴り出しが良かった。宮田はなんとか2番手を守りたいんだが、アウトサイドから来たのはダンデライアンのマシーン、そしてさらにおお そしてサッシャ・フェネストラズ選手のオンボード映像が入ってきています。スタート、あー平川選手もいいスタートを切って、フェネストラズ選手もちょっと平川選手を狙って前に行きたいんですが、おーしかし平川選手の前に出れたかな、出られたかな、お出ましたが、いや平川選手まだ守っている。今右側の上部上の方から平川選手のブラック&ゴールドのインパルドマシン行きました。ここは今同ポイントでランキング2位を争っていますから、前に行った方がポイントを取った方が、まあ、ランキング上位に行くということになりますよね。かなり接近しています。オーツあんまりね、あの駆け引きすると追突もありますからね。そうですね、ここは気をつけていきたいところ。さあ一つ目の試験、飛び込んでからのアクセルオンのタイミングをずらしている。さあ野尻智樹が今アクセルオン、今笹原選手がちょっと、笹原選手が今、あでもそこで抜いていいのかな、スタートどうなんだろう、しまいました。今多分ゆっくり走りすぎて、あのアンチストール入ったかもしれないですね。あーなんということでしょうか、笹原武藤選手がこれで大きく出遅れてしまいました。
3番手の笹原が明らかにスローダウンしたからリスタートまでのスタートは大丈夫なんですかね。あの2台ほど抜いてきましたですね、三笘選手と坪井選手、明らかな、まあ、失速ではあったので、はい、またちょっと、まあ、審判によると思うんですけど、はい、ちょっとジャッジ待ちたいですね、はい、何かまた審議がありましたらお知らせしたいと思います。続いている状況の中での39秒台ですから、その代わりタイヤが、はい、まあ、新しいですね、はい、そのあたりも考えると非常に強引なスピードだと。今大津選手も相当これ1回オーバーテイクシステムを使った後の今状況で見てますから、追いつこうと使ったんでしょうけれども、まあこれだけ離されているという状況です。さあそしてサッシャ・フェネストラスが来ている。サッシャ・フェネストラスが平川の横に並んだぞ。アウトサイドから平川、今度はインサイドからオーバーテイクシステムを使っている。さあそして試験員ではサイドバイサイド当たらないでほしい。ギリギリのところでサッシャ引きました。プロだプロ、まだやっている、まだやっている。オーバーテイクシステムをお互いに使っている。さあ飛び込んでいくのはどっちだ。1コーナー並んだか並んだか、オーバーテイクシステム使ってない。今並んです。フェネストラスが前です。まだやってる、まだやってる。いやー意地の張り合い。フェネストラスの平川前に行った方がランキング2位が見えてきている。そういう状況の中でサッシャ・フェネストラスが平川の前に出ました。今平川選手少し、ね、あのその牽制の内側をちょっと隙が、ね、できたところがサッシャ選手がねじ込みましたね。セーフティーが出ますよ。今日はレースが荒れています。いやいやこれピット入ってないチームどうですか。さあ今セーフティーカードもし出るようなことになると、ここでピットに入っておかないと、あと無限チームは笠原選手早くさばかないと野次選手が迎えられないことになりますね、はい、さあ今野次選手セクター2はクリア。あジュリアーノ・アレジのサイドバイサイドで当たってしまった松下信治。北川さん、北川さん、どうぞ。はい、宮田選手もピット入りそうです。準備が始まりました。以上です。さあそして今、はい、ドジリトモキが今ピットに入った。ドジリトモキがピットに入った、はい、そしてセーフティーカーラン、セーフティーカーランが宣言です。セーフティーカーランが宣言。宮田リトモもピットに入った。宮田リトモもピットに入った。セーフティーカーランで今ピットに入ってきます。さあセーフティーカー中はピットに入れるスーパーフォーミュラーはここで一斉に上位陣はですね、まだステイアウトしていたドライバーはここがチャンスとばかりにピットに入ってきます。さあそうなると今裏1位を走っているのが大湯選手、はい、大湯選手が今猛烈に時間、あそして野次はちょっと時間かかりましたが、あでもポジションは守ったか、ポジションは守ったか。そして今これで大津選手が来たですね。大津選手が今メインストレートだ。大津選手メインストレート。野尻はどうやらポジションは守れた。野尻守りました。そして宮田が3番手で今大津の後ろでピットアウト。ホワイトラインのエンドで決まります。これどっちだ。さあこれは今フェネストラズの平川が微妙か。フェネストラズは坪井の前で入れましたが、平川は坪井の後ろに下がりましたね。その最終的にはサッシャ・フェネストラズよりも前でフィニッシュできるというのは宮田選手にとりましてもね、まあ、サッシャに とりましても、まあ、いいライバル関係であったという、その順位の中ではですね、宮田もまあ現在はなんとか満足できる結果ではないかと思います。さあそしていよいよファイナルラップに入ってくるという段階になりました。いよいよ30周を終了して先頭のカーナンバー1番の野次ともにからファイナルラップに入っています。さあこのまま行って野次ともき8勝目を飾るということになるんでしょうか。今ヘアピン、チャンピオンはやっぱり強い。その強さを遺憾なく発揮する今日のポールポジションからの1日、最後はやっぱりこの男が強さを発揮して今シーズンを締めくくるのか。これぞチャンピオンという走りで最後はぶっちぎって優勝を飾る濃厚になってまいりました。その瞬間使ってます、使ってます。最後使い切りますかね。オーバーテイクシステムを使い切って終わるか。今シーズン開幕戦は落としました。逆転で優勝をさらわれました。しかしその後すぐにやり返して第2戦で優勝を飾りました。その後チャンピオンを取るためにコツコツとポイントを重ねて優勝はなかなかしづらかった。我慢もした。しかし最後はこれが本当の俺のスピードなんだという、そのスピードを遺憾なく発揮してチャンピオンに花を添える。今シーズン2勝目、9勝目でチャンピオンに花を添えました。野尻智樹独走の優勝。いや強かった。2番手大津も久しぶりの表彰台、3
番手宮田里乃も I think that sums it up pretty much everything. It was a difficult season, you know, a lot of up and downs. It was definitely not a perfect season. Like, for example, Nojiri had this season, was amazing, really. He was always there, every race, really fast. The team has been really fast, very consistent. You know, for me, it was a little bit up and down. Let's be honest, you know, second race, we had a, well, DNF, we couldn't finish. No, we did finish, but we had a brake failure. Then well, we have a big crash, rebuild a new car. So that's already two races, you know, gone in terms of points. So, you know, it's very difficult to challenge for a championship if you're not consistent. I think I did say at the beginning of the season, you know, to fight for a championship, you need to be quite consistent. Even if you don't win, just be on the podiums. And yeah, when the car was good, when everything was going well, we managed to do very good results. But, you know, sometimes it was a little bit difficult. But I'm quite happy to end up, you know, in this result today. After what happened yesterday, we had some issues and everything was very difficult. I think one of the worst days not yesterday for us. But we bounced back. We finished in the good points. It was a very nice race with Irakawa. We were fighting for the second place in the championship. I knew I was fighting with him for the second place, so I was like, I do want to overtake him, and we were fighting, and we are good friends, so it was really nice, good fighting, clean fighting. I enjoyed a lot today's race, and yeah, I'll miss Japan. I'll miss Japan a lot. I'll miss this championship. This championship is unbelievable, really, really nice. You know, amazing cars, very fast, a lot of downforce, amazing tires, everything is really nice. So I will miss a lot this championship, but I'll definitely be back at some point. The next go, whatever next car is coming, but I'll be back racing in this amazing championship, that's for sure. But in the meantime, I will miss Japan and Japanese racing a lot. Thank you.